第3飛行隊は、航空自衛隊中部航空方面隊、第7航空弾霊下の戦闘機部隊である。百力地に所属し、戦闘機に、海マイナス2、連絡機に T マイナス4を運用する。首都圏防空の中核を担う戦闘飛行隊である。第3飛行隊部隊マークのカブトム社第3飛行隊は、1956年10月1日に、 航空自衛隊3番目の海マイナス86、海飛行隊、そして航空自衛隊初の実動戦闘機部隊として浜松基地第2航空団霊下にて新編された。浜松基地での連成訓練後、1957年9月2日に第2航空団及び第4飛行隊とともに、地と関地へ移動。 1958年2月17日から航空自衛隊戦闘機部隊として初の対領空侵犯措置任務を開始した。第3飛行隊は6年にわたって千歳基地での擁撃任務を行っていたが、千歳基地に海 -104J、DJ が配備されることになったため、1963年3月6日に松島基地へ移動し、第4航空団霊下へと編入された。 1964年2月1日に、八戸基地へ移動して、第81航空隊霊下となり、同基地でのアラート任務を開始した。1971年12月1日に、第81航空隊と第3飛行隊は三沢基地へ移動した。1977年9月から、初の国産支援戦闘機である海マイナス1の配備が開始され、 1978年3月31日に、機種更新が完了した。海 -86AF から、海 -1A の機種更新と同時に、第3飛行隊は、溶撃戦闘飛行隊から、支援戦闘飛行隊へと任務転換したが、溶撃任務を中止したわけではなく、海 -1 による、対領空侵犯措置任務も担当した。2000年10月2日に、 第3航空団令下で臨時海 -2 飛行隊が発足し、翌10月3日に海 -2 営業産初号機を受領して、部隊運用訓練を開始した。2001年3月27日に海 -2 への起死更新が完了。2004年3月19日から大量空審判措置任務を開始した。第3飛行隊は海 -2 が最初に配備された飛行隊として、 最新装備の運用のための研究やファイターウェーポンコースの実施などの役割を担っている。舞台マークはカブトムシャをモチーフにしたもので1983年から使われている。以前の舞台マークは3の文字と青森県の地図を図案化したものだった。回 -1 時代はフルカラーで描かれていたが回 -2 に機種更新後は機体色に合わせてモノトーン化されている。 2020年3月、航空自衛隊百里基地に配属されている第7、航空団、第302飛行隊の三沢基地移住に伴い、第3飛行隊は、航空自衛隊百里基地に移住した。第3飛行隊で運用した海マイナス1、亡国のイージス映画版で、磯風撃沈のために、海マイナス 2A 戦闘機2機が、対艦ミサイルを装備し、出撃シーンに登場する。 ありがとうございます。